ってことで、君は重要な7人目なわけ。はあ。ああ、弟子は6人だけど、俺含めて7人目って意味ね。はっ、あれ、釈然としてないのってそこじゃない？いえ、あ、まあ。じゃあこれ。彼はいつものいたずらっ子みたいな調子で、弟子の一人ルシュに重要な使命を与えた。こんな軽いノリではあったけど、この使命をきっかけに全てがつながっていくんだ。全ての世界はまだ隔たりがなく一つだった。いつかおとぎ話の世界と呼ばれる時代、この夜明けの街から始まった。マスター・オブ・マスターである彼は未来を見る目を持っていた。そして先で待つ未来を憂い、6人の弟子のうちの5人に未来を記した予知書を与えた。予知書にはもう目を通した？はい。しかし考察などはまだ。イラッチは気真面目だね。いえ、そんなことは。それより、あの最後の一節は本当なのでしょうか？そうそう、あれね、やばいよね。はい。それでさ、もし俺が突然消えることになったら、イラッチからみんなに心配しないように伝えといてね。え、消えるとは？ブラッと、ふわっと、パパッと。まあ、もしもの話だからそう決まったわけじゃないし、そんなに気にしないで。はい。世界は光に満ちている。いくつもの世界が無限につながり、隔たりもない。しかし世界を満たす光は一つ。その大いなる光が各々の世界に光を与えている。世界の運命は全て共通だ。キングダムハーツですね。そう、世界はキングダムハーツ次第。世界中の人々はその光を永遠と信じて疑っていない。でも、もしキングダムハーツが失われれば、世界は闇に覆われる。そのために我々がマスターから授かったキーブレードを使い、光の守護者としての意志を世界に広げ、キングダムハーツを闇から守り。いや、キングダムハーツを守るためじゃないよ。予知書の最後の一節、彼の地の大戦によって光は敗北し消滅する。世界は永遠の闇に覆われることとなる。それこそ我々キーブレード使いが回避させるのではないのですか？いや、無理だろ。え？未来を変えるとかおごりじゃない？それなら我々はどうすれば？問題は闇に覆われた先、予知書の後の世界。それまでの世界は考える必要はないのよ。でもそれではこの今の世界を生きる人々を、いや、その待ち受ける未来につながる全ての人を見捨ててしまうことになるのでは？逆にたった7人じゃ世界中の人々なんて救えないだろう。ならば医師だけでなく同志を、キーブレード使いを増やして。やれるかな。はい。じゃあそれでよろぴく。ユニコーンのマスク、堅実なイラには自分の代わりに弟子たちをまとめる使命を与え、同様にヘビのマスク、高潔なインビーには4人を公正に監視する使命を与えた。
クマのマスク、勇猛なアセットにはリーダーとなるイラのサポート役としての使命を与えた。キツネのマスク、慎重なアバには後の世界にキーブレード使いを残す使命を与えた。ヒョウのマスク、冷徹なグーラには予知書に書かれた謎の解明の使命を与えた。そして最初に使命を伝えられたルシュが6人の弟子全員に使命が伝えられるのを待っていたかのように姿を消した。それから間もなく彼も本当にプラッとふわっとパパッと消えたんだ。ここから君たちの知る君たち自身の物語が始まった。予知書の写しを授かり使命を受けた5人の弟子たちは彼の教えに基づき各々にユニオンを組織した。キーブレード使いとなる君たちのような同志を集め闇の魔物ハートレスを倒すことで光を集め始めたんだ。この中に裏切り者がいる。